出雲市駅にやってきましたね。出雲市駅です。はい、出雲市駅から、ね、外に出ますね。今日はね、反対側出てきました、ね、反対側、ロータリーがあったんですけど、スーパーホテル、はい、ロータリーを歩いていきます、ぐるっと見ます。ここにアルファホテルがね、スーパーホテルがあります。今日はね、ドーミーインと思います。ドーミーイン、めったに私も泊まんないんですけど、大浴場があったりね、意外と人気のホテルですね。仙台なんかにもドーミーインがあったりしますけども、今日は、出雲市の、出雲市駅のね、すぐ裏にあるドーミーインですね。明日またね、電車に乗って移動しますのでね、ドーミーインへ出ました。今日はね、土曜日、2019年の1月のね、26日土曜日ですね。土曜日、本来は観光の時期なので、たっぷりのかなと、このドーミーインね、駅の反対がね、ツインリーブスってホテルがあるんですけどね、ツインリーブスよりもね、このドーミーインが一番いつも高いですね。ただ今日はね、ツインリーブスよりもね、安い値段で出ていたのでね、このね、ドーミーインにしてみました。さあ、ドーミーイン出雲市駅、入ります。ドーミーインなかなかね、お客多いですね。エレベーターになります。なんかね、楽しめるスペースも結構あるようです。この宿は人気ですね。ちょっとエレベーターね、カードをタッチしないと乗れないタイプですね。はい、じゃあエレベーター見た。はい、エレベーターね、ここにいます。なんかおしゃれですね。文字が一瞬、あ、これペイントで表現してるんだ。一瞬なんかね、紙かなんかの向こうでね、表現してみましたね。はい、それでは。お、部屋に入ってびっくり。こんな感じですね。石を映っちゃいました。扉を開けるとそこは部屋だったみたいな感じですね。ここはどの部屋かな。あ、なるほどね。大浴場があるので、これシャワールームですね。大浴場に行くことでコスト削減ですね。で、洗面台がある。はい、こんな感じでね。確かドーミーインのアメニティは結構いいですね。はい、こんな感じです。はい、ちょっと、はい、もう一回部屋の中をくるっと入ってみます。はい、くるりんくるりん。はい、枕元のコンセントやね、はい、充電ができるこう USB もありますね。はい、ドーミーインこんな感じ。はい、テーブルがあります。ちょっとパソコンとか広げて仕事するの。お部屋確かに綺麗な感じですね。今日はね、大寒波の大雪、出雲市駅ね、こんな感じ。電車ちゃんと動いたの、出雲市駅上から見えますね。電車が好きな人いいですね。サンライズなんかもちゃんと動いたのかなと心配になりますけれども、こんな感じでね、ドーミーイン。向かい側にね、出雲グリーンホテルというのもあります。今日はちょっとね、ネットで出てなかったですね。出てたかもしれないけど、あんまり安くはなかった。今日はドーミーインが一番安かった感じですね。はい、今日は大雪なんでね、ちょっとやめ、工程やめた人もいるのか分かりませんけど、チェックインも多かったですね。はい、こんな感じでパジャマやね、いろいろ置いてます。備品もあります。はい、こんな感じです。はい、ドーミーイン出雲市駅ですかね、0853215489、ドーミーイン出雲市駅ね、今日は宿泊してみます。はい、感謝します。ありがとうございました。